これより窪塚連合第134回定例集会を始める。おっ、それじゃあ頼むぜ、はじめ。ああ、俺の名前は窪塚はじめ。窪塚連合って暴走族で初代総長を張っている。窪塚連合か。俺たちも随分とでかくなったもんだ。最初はたった6人だったのにな。今日は俺の昔話をしようと思う。この窪塚連合ってチームがどうやって設立したかって話だ。なんでいつも私ばっかり？いい加減にしてよ。うるせえ。俺は国内でも最大の都市面積を誇る四つ形市って町に生まれた。食べるもの、食べるものは貧乏で親はろくでなし。そのおかげでまともに飯も食えやしね。決して幸せとは言えない少年時代を送っていた。自慢じゃねえが、俺の住んでる四つ形市は治安が悪く犯罪率が全国ぶっちぎり1位だ。ようよう姉ちゃん、俺らと楽しいことしようぜ。町じゃグレンタイや半グレ、ヤクザどもがのさばり、やりたい放題やってる。それが当たり前の光景だった。あ、助けて、おまわりさん助けてください。ちょっとそれじゃあ俺たちと行こうぜ。おまわりだって面倒ごとには見て見ぬふりを決め込むんだ。おまけに児童相談所を含めた行政だってまともに機能してね。ダメか、食い物恵んでくれるかと思ったんだけど。よろしくお願いします。山際正弘に清き一票をお願いします。よろしくお願いします。きっとこの町を良い町にしてみせます。山際正弘に清き一票をお願いします。選挙よりまずここをどうにかしろよ。この町じゃ議員すら汚職に手を染めてるって話だ。そんなすさんだ家庭環境で育った俺は、中学に上がる頃にはそこらじゃ名の知れた不良になっていた。てめえ、窪塚はじめだな。なあ、誰だよてめえ。やんのかこら。さらに俺が入学したのは町でも荒れてることで有名な中学。俺の他にも名の通った筋金入りの不良が集結していた。サイバースグル、氷見谷教授、中上光大、磯部武史、そして桐生院翔吾。俺のチームの立ち上げメンバーも全員同時期に入学していた。しかし奇跡的に全員がつるむことを嫌う一匹狼。ああ、やんのかこら。この中の誰が先にこの学校を閉めるか競うように拳を振るう日々が始まったんだ。四つ形湖に沈めてやるよ窪塚。こっちのセリフだバカ野郎。とにかく喧嘩に明け暮れる毎日を送っていた。ちょっと待った。だがそんなある日。なんだこいつは。一人の男が俺たちの喧嘩を止めた。みんなで仲良くしようや。はあ。それは3年の御堂橋健吾。この中学の総番を張っている男だった。それから断るごとにそいつは俺たちの前に現れては喧嘩を仲裁してくるようになった。はい、引き分け、タイムオーバーだ。ふざけんな、勝手にルールを加えてんじゃねえ。頑張れ頑張れ、はじめ頑張れ頑張れ、そうか。集中できねえだろうが。邪魔すんじゃねえって言ってんだろ。なんだその学校。ち、しらけちまったぜ。なんなんだよあんたはよ。こっちゃ真剣なのにこんな風に水を刺されちゃバカらしくなってくる。悪いな窪塚、俺はここいい学校にしてんだよ。俺はお前らの先輩だしな。何せ相番を張るくらいの男だ。喧嘩はむちゃくちゃ強いって噂だったが、どうやら自分の学校じゃ喧嘩をさせたくないらしい。俺たちが喧嘩を始めると必ず体を張って止めに来るんだ。それだけじゃねえ。だからね、お父さんにお母さん、ちゃんと息子さんと話し合いをして。はあ。うん。おう、おかえり、はじめ。おい、何やってんだよ人んちで勝手に。一度なんて家庭訪問と称して勝手に家に押しかけて俺の親に説教していたこともある。とにかく旗迷惑な男だった。だが次第に俺たちはそんな先輩を中心に集まるようになったんだ。それで佐々木のやつがよ。マジかよそれ。先輩の周りには下級生だろうが上級生だろうが学年も性別も関係なくいつもたくさんの人がいた。学校生活ってもっとギスギスしてるもんかと思ったが、そしていつの間にかこれまでのわだかまりなんて嘘みてえに俺たちは喧嘩なんてどうでもよくなっていたのさ。どうだはじめ、風になったみてえだろ。すげえ。先輩は地元の暴走族に入っていた。
俺は一度バイクの後ろに乗せてもらったことがある。お前も入るか、はじめ。俺のチームによ。暴走族なんてダセーよ。この時のことを俺は今でもたまに思い出すんだ。そんな風につるむうちに一年の俺たちも自然とよく話すようになった。お前んちも結構荒れてるみてえだな、はじめ。正午。そして話をするうちに気がついた。ここにいるみんなが似たような境遇で育ち、それぞれが家庭環境に問題を抱えているってことにな。俺んちはお袋が病弱でよ、俺しかいねえんだ。正午なんかは早くに父を亡くし、病弱な母親と二人なんとか必死こいて生きているらしい。なんかあったら言えよ、何でも手伝うぜ。俺たち友達だろ、はじめ。結局俺たちは似た者同士だったのさ。俺たちは先輩のおかげで一人じゃねえってことに気づかされることになった。そしたらはじめがへえこいてよ。うるせえって。本当におめえは不器用なやつだぜ、はじめ。この人はすげえ人だ。先輩を見てよくそんなことを思った。なんていうか器のでかさが違うんだ。俺がどんなに突っ張ったってかなわねえ。だけどそれでいいやって思っちまうんだ。学校が楽しいなんて思ったのはこの時が生まれて初めてだった。だがそんな平和な日々にも終わりが来る。違う、俺のせいじゃない。こいつが悪いんだ。こいつが急に突っかかってくるから。先輩が街で刺されちまったんだ。喧嘩を止めようとした結果だった。そんな。そして先輩はそのまま行っちまった。病院に運び込まれた時にはすでに手遅れだったんだ。昨日まで笑ってたじゃねえか。それはあまりに唐突な別れだった。しかしこの問題はそれで終わりじゃなかった。わざとじゃないんだ父さん。案ずるな息子よ。警視総監につなげ、今すぐにもみ消せ。先輩を刺したのはどうやらこの町の市議会議員の息子だったようで、驚いたことに翌日にはこの件はなかったことになっていた。議員が影響力を行使して息子の罪をもみ消したことは明らかだった。警察は取り調べすら行わず、裁判所にも圧力がかかっていたのか、遺族の慰謝料請求すら成立しなかった。ふざけんなよ。ん？それを知った俺は気がつくと市議会事務所の前にいた。あんまりだと思ったんだ。だから直接文句を言いに来た。ふざけんなよてめえ、全部わかってんだ。偉いなら何してもいいのかよ。遺族の思いはどうすんだ。先輩の母ちゃんの気持ちは。すまないが私は今忙しくてね。ああ、警察を買収してもみ消したのは事実だが、町のチンピラが一人いなくなったんだ。喜ばしいことじゃないか。それに真実を暴かれたとてお前らにはどうすることもできまい。おい、逃げんのかよ。おい、相手は町の権力者。こいつは警察を味方にしちまってるんだ。奴の言う通り俺にはどうすることもできなかった。それから俺は先輩の葬式会場に合流した。はじめ、何やってたんだよ。先輩の葬式終わっちまったぜ。俺決めたことがあるんだ。はあ？自分のチームを作る。俺たちは頭も良くねえ、いい家に生まれたわけでも、金があるわけでも、権力者とコネがあるわけでもねえ。だがこの町を変えるんだ、不良の力で。はじめ、バカな俺にはこれしか方法が思いつかなかったのさ。その話俺も乗ったぜ。正午、特攻隊長は俺でいいな。すぐる。そしてこの日俺たちのチームが結成されたんだ。全てはこの町の不良たちを統一して、不良の力でこの腐った町を変えるためだ。それから俺たちは地元の作業服店で揃いの特攻服をオーダーした。思ったよりかっけえじゃねえか。チームの名は窪塚会。発起人である俺が総長を務めることになった。そして、よろしくお願いします。きっとこの町を良い町にしてみせます。山際正弘に清き一票をお願いします。市議会議員の任期は4年。例の息子の罪をもみ消した悪徳議員は次の選挙活動を行っているようだ。何をするんだね君。俺たちはその街頭演説に乗り込んだ。おっと、動くんじゃねえぜ。何者だ貴様ら。ああ、俺たちは窪塚会、今日設立した新しいチームだ。俺の名前は初代総長窪塚はじめ。俺たち窪塚会はこの腐った町を変える。
邪魔する奴は容赦なくぶっ飛ばしていくんで、よろしく頼む。お前ら何を、えい、警備は何をやってる。こいつは俺たちの所信表明演説さ。これからよろしくな、議員さんよ。貴様、あの時の。この日から俺たち窪塚会は正式に活動を開始したんだ。ある時は拳で、のらー、ある時は話し合いで、他のチームを傘下に収めながら順調に勢力を伸ばしていった。最近町では若者の暴走行為が目立っているようですね。なんでも町を変えるとかなんとか。窪塚会だ、目障りな暴走族め。大丈夫だ、すでに手を打ってある。大人に逆らうとどうなるかということをその身をもって分からせればよいのだ。そうやって一人ずつ消していけばいい。もともと札付きの不良少年だった俺たちは、気合の入ったグレン隊や半グレだろうとビビらなかった。一匹狼が6人集まりゃ敵はねえ。俺たちは飛ぶ鳥を落とす勢いで勢力図を拡大しようとしていた。だがそんなある日、ショーゴ！最近姿を消していたショーゴが久しぶりに集会場に現れたんだ。死んじまった、母さんが死んじまったんだ。ショーゴ、どうやら病気がちだったショーゴの母親が息を引き取っちまったらしい。俺のせいだ、俺のせいで母さんは。聞けば危篤状態に陥った母親を病院側が引き取りを拒否したという。ああ、そんなのありかよ。その時俺はピンときた。あいつか、例の議員が手を回してんだ。力をつけていく俺たちを恐れて嫌がらせを始めたのさ。この町を変えるんじゃ、この町を変えるんじゃなかったのかよ、はじめ。ショーゴにとっては俺たちの活動が裏目に出ちまったようだ。俺はかける言葉も思いつかず。ショーゴ！そしてショーゴはそれっきり姿を現すことはなくなった。家にも行ってみたが、もぬけの殻だ。ショーゴはこの日を境に行方不明になっちまったのさ。ショーゴ。そして現在、窪塚会は次々に他チームを吸収し、6人だった俺たちは今じゃ100人を超える大所帯となった。それに伴って窪塚連合と名前も変えたが、俺たちの目標は今も変わらねえ。だがそんな俺たちの前に4年ぶりにショーゴが現れたのはつい先日のことだ。ショーゴは自分のチームを作っていた。そして俺たち窪塚連合をも潰してこの町を統一するつもりらしい。目的は不明だが何か裏があることは間違いねえ。だがどんな壁が立ちはだかろうが、俺はやり遂げる。行くぜお前ら。おっ、見ててくれよな、ケンゴ先輩。それがあの頃の俺たちとの約束だからだ。